襟章は、洋服の襟に付ける気象英語では、形式や襟の種類によって故障が異なり、立襟や折りの上襟につけられるものは、A、カラーパッチズや A、カラーバッチ、下襟につけられるものは、A、ラペルピンなどと呼ばれている。主に軍服や学生服などの制服において、階級や所属、役職などを表すために用いられる。通常は、 正面から見えるように付けられる。第二次世界大戦時のドイツ国防軍陸軍のエリ賞。1は、元水、2は、将官3から5は、将校、6は、歌士館、7は、兵、8は、戦車部隊のもの。将校と歌士館、兵用のものは、この絵兵のものだったが、訂正廃止以降全将兵が着用するようになった。 2から7は似たものが現在でも使われている。軍服におけるエルは、形状面では刺繍等が適宜施された多角形の布を用いたものと、金属製のバッチメダルボタン等を用いたものに、大別される。前者の布は、かつては、閉海路等の鮮やかな色が用いられていたが、現代の戦闘服では、服生地と同色、または同系色が用いられる場合が多い。 機能面では、おおむね以下の事柄を識別する機能を果たす。国籍ユナイテッド・ステイツの略号である、US の文字をそのまま用いたアメリカ軍のエディショーが代表的であるが、他にも特徴のあるデザインのエディショーが用いられている国があり、軍服においては、帽傷とともに所属する国籍を識別する重要な要素となっている。陛下、舞台エディショーの布全体、または、 口取りが陛下色に色分けされている場合と、所属する陛下や部隊を象徴する衣装や記号、文字、数字等をかたどった金属製のバッジである場合、または両者の組み合わせで表される。階級エディションが個々の階級ごとに異なる。すなわち、エディション自体が階級章の機能を持つ場合と、兵と士官、または左官以下と召喚、元帥が異なる場合場合がある。 校舎の場合、士官用のエリシは、士官の地位や権威を表彰する機能を持ち、中でも、召喚、元水のエリシは赤、金等の鮮やかな色が用いられた、装飾性の高いデザインである場合が多い。特に菓子は、オリーブ、月桂樹、あるいはその国を象徴する花や、木の葉等の衣装が好んで用いられる。校賞や学年賞、学級賞、生徒会役員、 認証がほとんどである。それ以外は全く存在しないわけではないが、稀である。ありがとうございます。